はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は確率のまとめということで今の教科書だと中学2年生が最後にね勉強する部分の一章分をね1本の動画にまとめていこうと思いいますでいつもは授業動画っていうのは板書1枚で完結するんですけどさすがにねちょっとまとめきれないので今回編集入れて2回板書が切り替わりますつまり板書が3回表示される形になりますので先にねあそうなんだと思って聞いていってください。 ではなかなかね長い動画になると思いますので早速やっていきましょうでまずですねポイントに確率とはっていう言葉の部分を入れましたでここはもうさらっといきたいのでもう埋めちゃいますねでなんでねさらっといきたいかっていうと出ないです <laughs> 出ないっていうね特に受験受験はね99.999%出ないと思うでな、えっと、答えはある事柄が起こると えー、期待される程度を表したものと、まあ、教科書にこういうふうに記載されてます。でなんでじゃあわざわざポイントに挙げたかっていうとその受験ではね、まあ、今まで見たことないですしもう出ないって断言できるぐらいのものなんですけどこの言葉の問題っていうのはね。ただ中間とか期末の定期テストだと先生によっては言葉を結構出される。 先生もいらっしゃるので,で実際自分が熟講師時代に受けてた受け持ってた生徒のその問題用し集めた時に一人だけね見たことがあります穴埋めで言葉あ言葉やるんやって思ったね先生もいたので一応ね一応よかったら押さえておいてくださいただこれだけ読んでも何だっていうのはピンとこないと思いますなのでちょっと一個問題出すんでねちょっと見てくださいじゃあ前向いてもらっていいですかっていうか前見てるか 今、この2本のペンがあります。赤と黒です。で、これ今、くじ引きをするんですけど、赤が当たりとしましょう。こっち当たりね。で、黒が外れです。で、今から画面外に下ろします。自分が右手、左手、どっちかに1本ずつ持ちますので、まあ、みんなから見て右、左手いいか。さあ、どっちが、今持ちました。どっちが当たりでしょうか右と左。っていうね。まあ、考えてもらっても構わないんですが、正解は、こっち。画面だと左側か。こっちになります。が、当たりでしたと。 でもちろんね当たった方はおめでとうございますで外れた方もね気にしないでくださいって話なんですがえなんで今こんなことをやったかっていうと今本本ののからたたりを選びましたよねさあみんなが今このくじ引き当たる確率は分数にすると何分の何でしょうかって言われた時におそらくこう今答えを書いてしまうとこれ2分の1なんですね。2分の1 これ答えられた方いると思います。確率を勉強してなくても。もしあれだったらお父さんとかお母さんに聞いても言える方多いと思います。ここは。昔の勉強覚えてねえよっていうお母さんいらっしゃると思うんですけど、多分言えます、ここ。なぜかっていうと、実生活の中で使ってるんですよね。そう、無意識にというか。勉強しようと思って勉強したわけじゃないんですけど、使ってるんです。だから、例えばじゃあ5個のボールがあって、 2個当たりが入ってますとさあこっから1個引く時に当たる確率いくつでしょうかって言われたらえ全部で5個で2個当たりだから5分の2でしょうっていうのがあまり違和感なく聞ける方もおそらくいますきっとこれが確率でですいいでそれを言葉にしたのがこれなのある事柄つまり今だったら当たりを引くっていう事柄が起こるとその期待されるどのぐらいで起こるのかなっていう程度を表したものっていう話なんですね。 で、ちょっと話がそれるんですけど、自分は受講師やってる時に、数学家みんなさ、得意な方も苦手な方もいると思うんですよ、当然ね。で、自分は自分が教えてた担当の生徒、確率は絶対に取らせるようにしました。受験本番、もうテストの時もそうですけど、どんなに数学が壊滅的だった子、その入塾してきてね、壊滅だとしても確率は取らせます。得意にさせます。なぜかっていうと、やりやすいんですね、確率って。 今言ったように、実生活の中にリンクしやすいので、あまり抵抗なく入っていけます。でも、この確率をやるのがね、今の教科書だと2年生の最後になるわけ。そうするとさ、2年生の勉強って、まあ、例えば1時間数やりましたね。1時間、数 y、コール ax、プラス b ってやったじゃないですか。で、その後には証明があったわけですよ。中学校3年間の数学で、おそらく一番嫌われてるやつです。証明問題、難しい、やだ、っつってね。だから、それをやってきてるので、 もう数学無理ってなってる子たちが出会うのが確率なの。でそれで例えば学校の授業とか受けててあここならできそうって変わればいいんだけどもう数学やだってなってる状態だと確率もどうせ無理だしってなっちゃうとさどん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 落ちこぼれてっちゃうのね。全単元バーって落ちちゃう。でも確率はそんなことない。照明とかに比べればかなり簡単なの。やり方さえ覚えてしまえば。 だから今この動画を見てくださってる方の中で数学無理やだなって難しいな苦手だなって思ってる方もちょっと肩の力を抜いて聞いてください渡してもできるようになれるはずだっていう気持ちで受けてもらった方が伸びやすいみんなの成績がねそれは個人的なお願いなんですけどよろしくお願いしますで今説明したみたいに分数まあ確率っていうのは分数で答えます基本的にはね で基本的にはって言ったのは確率っていうのは一番小さいとゼロですゼロ例えばさっきの流れで言うと今度赤と青にしましたいい一本選ぶんだよはいさあみんなが黒を選ぶ確率はいくつだって選べねえよっていう話じゃんないからみたいなそれがゼロ確率無理じゃんって話でもう一個が <laughs> もうねえー、黒と黒2本ありますさあ一本選ぶよ黒を選ぶ確率いくつだって 絶対選べんんじゃん絶対当たるじゃんっていうのが確率1です1確率っていうのは一番小さいと0一番大きいと1になりますこれを覚えておいてください。いいかでこうやって分数で表すと。で今無意識にやっていきましたけどその分数で表す時さっき2分の1ってやりましたよね。でこれは別に言葉を覚えなくてもいいですしかも俺が言って勝手に言ってるだけなんで。 分数にするときは下は全部ですつまり全部で何通りあるのっていうのが全部で上がまあこれちょっと俺の適当な覚え方ですけどその数ですその数その出る求めたい起こるその事柄ねその数を入れていきますだからさっきで言うと消しちゃったわ5個あって2個当たりのときは全部で5個でしょ で当たる確率はいくつって当たるのは2個じゃんその数はだから全部分のその数で5分の2になりますこれが「外れる確率いくつですか?」って言われたら全部で5個外れるその数は3つしかないので外れる確率は5分の3ですよねみたいなこういうふうに確率はやっていきますでここから 確率っていろんなバリエーションが一応あるのね。こういうのが出てくる、こういうのが出てくるってあるんですが、有名なのは4つです。4つ。4つのパターンをやっておけば、かなり対処できます。もちろんそれ以上の応用とかもありますけど、ある程度は対処できる。それでね。なので、いろんなパターンのやり方は出てくるんですけど、結局求めてるのは全部確率です。だからこういうふうに分数で答えるんだっていうのを覚えておきましょう。いいね。 でもし計算してみんながやってね、3分の5みたいなに出てきたらこれ絶対×だから。何が起こっても丸にならない。なぜなら1より大きいから。確率っていうのは絶対0から1の範囲に入るので、これも覚えておいてください。はい、ということでね、前置き長くなりましたが、えまず1個目、トランプやっていきます。ちなみにこのトランプはさっき言った4種類に入ってません。入ってないんです。でも、 みみんなよかったら教科書見てみてください多分ね確率のね単元始まって数ページ後にトランプあります。ってぐらいね出てくるんだわ定期テストでもその教科書に載ってるからってのもあるんだけどワークにも出てくると思うトランプ。でこれちょっと厄介なのがね、まあ、もちろんみんなトランプやったことあるかもしれないんだけど今の子ってトランプやったことない子って結構いるんだよね。自分のあの実際教えてた生徒にもいたんだけどトランプ知ってるんだわ知ってるんだけど トランプを遊んだことありませんって割と自分は珍しくないんじゃないかなと思っててね。体感としては。だから説明します。トランプが何かっていうのは。で、ジョーカーを除く、よくババって言われる。ババ抜きのババだね。ジョーカーを除く52枚のカードがあります。で、52枚のカードっていうのが、トランプはね、マークがあるわけよ。ダイヤ、えーと、ハート、ちょっと黒にしようか。かけるかな。えーと、こういうんだよね。スペードと、 こういういクラブっていうね4つのマークがあってそれぞれが1から13までありますつまりダイヤの1ダイヤの2からダイヤの13までまああとトランプではキングになってるけどここでは数字でいきましょうだからハートも同じく1から13でスペードクラブ1から13とこれが13種類13種類1313 13になってるので13種類が4つあるから全部で52枚ありますよっていうのがトランプね でそこから1枚引きますその時にまず2番スペードのカードを引く確率いくつだと聞かれましたで確率はさっき言ったように全部分のその数ですで全部は今52枚ありますつまり52分のなぜ黒で書いたはい、ということで52分のですねでその数っていうのは今スペードのカードを引くスペードはいくつあるのと聞かれてますさあ スペードは1から13つまり13種類あるのでスペードは13だから確率52分の13よっしゃできたってやるとテストで×くらえますこれ×です。なぜかっていうと約分ができるんだよねこれ,これは両方とも13で約分ができるので約分すると4分の1になってこれで正解になります。 やっぱりポイントなんで一応書いておきましょうえー、っと最初にも言ったように確率っていうのはかなり取りやすいですそれは受験でも同じかなり取りやすい方単元としてはねただちょっと厄介なのはうっかりミスがかなり出やすいです確率に関しては。 そのうっかりミスの一つが訳文忘れ。結構今これさ、去って終わったからさ、あ、薬文って思うんだけど、あの、この先ね、まあ、2枚目の板書とかでも出てくる樹形図っていうのを書いたりします。その数えなきゃいけないの。何種何個かなってその数みたいな。で、結構ね、やることが重労働なの。書いたりするから。だから、答えを数え終わった後に達成感があるわけ。あ、よし出たみたいな。そうすると、よし出たっていう達成感で訳文忘れるんだよね。 で結構あるからなので気をつけてください確率は約分忘れに注意ですでもう一個次はハートかつ奇数のカードを引く確率ですだからまあハートで奇数の数だよねでハートっていうのはさっきのスペードと同じで1から13しかありませんちょっと書きますねハートも1から13よいしょ <laughs> がありますと ただし今回はハートのカードを引く確率じゃなくてハートでしかも奇数です奇数っていうのは 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13ですね。その間が偶数ってやつです246の方はつまり今回その数に選ばれるのは1234567個だけです7個だけ。 でも、全部はいくつって、全部は52枚のカードあるのは変わらないので、確率としては、下は52分のは変わらないの。ここは。ただし、上が、1234567個なので、52分の7。で、必ず約分チェックが必要になるんですけど、これ約分することができないので、2番の答え、まあ3番か。の答えは、52分の7と。これで終了となります。ちょっと下げましょうか。下の棒がね。 いいかなまず番書1枚目はこんな感じです確率って何なのかって答え方がどんなものなのかっていうのをまず把握するそしてまあ簡単なねトランプの問題から入りましたけどトランプの問題はこういうふうにやってってください全部で何枚あるのそして選ばれた今回ねスペードとかハートかつ奇数のカードっていうその数は何種類あるのっていうのを分子にのっけてのっけた後あとに約分チェックをすると これがまず確率の基本となります。いいかなそれではここまでね、復習してもらって確認できた方は次の番書行ってみましょう。それでは番書2枚目やっていきましょう。えここではサイコロ、そしてコインですね。確率で言うとこのもう人気ナンバーワン、ナンバーツーぐらいな、本当によく出てくる2つです。まずはこの特徴を押さえていきます。 で今回はですね、版書の関係で問題を今4問書いてあるんですが、もちろん解くときのポイントもあるわけです。本当は書きたかったんですけど、ただ今回は問題の方をメインでやったので、ポイントはテロップで、あの、編集でね、表示してます。なんでその辺もうまくチェックしながら見てみてください。それではまずサイコロから行きましょう。え当店人気ナンバーワンでございます。でサイコロは、一つのサイコロを投げるとき。これは簡単です。でも、めちゃくちゃ出てくるのは、大小2つのサイコロ。 これを押さえることができれば、確率、かなり抑えられます。いいでしょうか。で、まず、こちらサクッといきます。一つのサイコロ、まあ、6面サイコロね、1から6が書いてあります。投げます偶数の目が出る確率、いくつでしょうかでさっきのね、一応やったので、まあ、全部分のその数ってやったじゃないですか。じゃあ、全部っていうのは、今言ったように、1、2、3、4、5、6の面があるよね。これが全部です。じゃあ、 その数は何かっていうと今回偶数の目が出る数確率だよねじゃあ偶数がその数なので偶数どれかなって考えると2と4と6この3つが偶数ですねつまり全部で6通りその数つまり偶数の目が出るのは3通りなので確率は6分の3とこうなります ただしねさっきもやったように必ず約分チェックですこれは約分をすることができるので3で割って答えが 1, 1つのサイコロはね問題ないんですよ全部で6ってすぐわかるからね。でもしサイコロにもいろいろ種類があって、まあ、一番メインなのがこの1から6なんですけど、えー、10面サイコロとかもあります。あの0から9が書いてあるやつとかね。 そうもし書いてあったら0から9が出るって分かってるので全部で10通り分のって考えてくださいほぼ出てこないですけど何も書いてなかったらサイコロは1から6までのサイコロなんだと思って解いてもらえたらと思いますさあ来ました2つのサイコロあのねあのー、本当によく出てくる本当によく出てくるから大小2つのサイコロ まあサイコロを2つ投げるときって問題。で今回は出た目の数の数和が5になる確率を考えていきますでですねサイコロの、えっとまあ、サイコロだけじゃないか確率を解くときにちょっと前にも話した樹形図っていうのがあります。樹形図。でそれを樹形図を使う先生と樹、まあ、形図教科書に載ってるんでね説明は絶対されるんですけど樹形図を書かない先生もいらっしゃいます。 なので、えー、まあ自分は樹形図派なんで樹形図を書いていくんですが実際にま学校の先生とかみんなが塾の先生とかに教わった時に樹形図を書かない方がやりやすいっていう方はそっちでやってください絶対樹形図を書かなきゃダメっていうわけではないのでやりやすい方をセレクトしてもらえたらと思いますで話を戻すと、えー、今回樹形図まあねその大小2つのサイコロを振った時に全部で、ね、何通りあるのかなって考えたいわけです で樹形図を書かないパターンだと例えば1と1のパターンってありますよね左が大きいサイコロで右がちっちゃいサイコロにしましょうだからえっ、ー、と1の2とか1の3とか1の41の51の6って2の1とかってあるわけじゃないですか全部書いたら果てしないでしょでそれを楽にするのが樹形図なんですが例えば樹形図ってねこうやって左が二個書くんですよ1ってこれは今 大きいサイコロが1ですよってマーク。で、1の1、1の2ってなってるから、それを枝を作ること。樹形図の樹って木だから、樹木の樹だから、枝を作って、1の1、1の2、1の3、1の4、1の5、1の6って、こういうふうに書いていくの。これを全部書くんじゃなくて、こっちで書いていこうよって、これが樹形図です。で、例えば、じゃあ、大きいサイコロが2の時もあるから、 2の12の2ってこう枝を生やしていくわけですでもきっとね今聞いてる方は思ったでしょうめんどくせえとそうなんですめんどくさいんですサイコロの樹形図ってなのでサイコロの樹形図のポイント一つ目としては樹形図を全部書かないです樹形図を全部書かないつまりこの完成形ちゃんとね2の32の42の52の63の1って全部書いたパターンを書きません書いてたら絶対間に合わなくなるから テスト受験もねいい全部書いちゃダメです最高の受験図はじゃあ何かっていうと受験図の全体図は分かっているのでこうなるだろうなって分かってるから今当てはまるやつだけ探しに行きますい当てはまるやつだけ今探したいのは出た目の数の和が5になる時です和つまり足し算です足したもの大と小の足したものが5になる時だけを探したい だけよねじゃあどう書くかっていうと自分ですねあの癖があって左側の数字丸つける癖がありますちょっとこれは自分流なのであのよかったらよかったら真似してくださいでまず1の時チェックします1ねこれは大が1です大小の大の方がで全部書くんじゃなくって足して5になる組み合わせあるかなーって考えるのつまり小さい方こっちな 小さい方が何が出れば足して5になるかなって考えるで足して5になるのは4ですよね1の4つまりこの時だけは和が5になるあとはならないよね足して2足して3足して4足して6足して7だからだからなる時だけ書けばいいじゃんって話なのここだけで1はチェック終わったんでじゃあ次2の時探しましょう2に何足したらいいかな2の3ですよね 3の時ななんかかあるかな3の2ですよねこれも三3の3とか3の4とか5にならないからさこれだけ書けばいいじゃんじゃあ4の時はって足したら4の1で5になりますねでこっからです5の時はつまり代がね代が5の時はこっちで5になっちゃってるから何足してもさ五のここ5に変えようか足しても6 67891011ってなっちゃうから5にならないんだよねあならねえやで字幕で×をつけるふうにやります6の時これも同じですここが6に変わるんですが足して5を作ることができないのでこれもないじゃん全部チェック終わったでしょ台が1の時2の時3の時4の時5の時6の時全部チェック終わったから今出た枝は何本ありますか1本、2本、3本、4本なので さっき言った全部分のその数のその数が4なんです。和が5になるのは4パターンしかないよっていうのが分かりました。これが樹形図を使ってやる方法。そうじゃなくて、このカッコとか使う方もいるので、カッコで1の時は1の4があるな、あとないよね。じゃあ2の時は2の3があるなみたいな。同じような感じです、書いてることは。これでもいいです、別に。どっちでも構わないんですけど、つまり和が5になる時が何通り あるのかさえ分かればいい。だからこうやって探します。全部は書きません。全部書いて、え、これ違う、これ違うは、本当に時間かかりすぎる。もったいないからね。で、もう一個ポイントです。二個目のポイントなんですけど、大小二つのサイコロの時下の全部の数が決まります。二、えっと、二つのサイコロの時は、必ず36分のです。36分の。これなぜかっていうと、一つのサイコロが6だよね。 それを2つ使ってるから 6×6 で36なんです。間違っても6たす6じゃないからね。これよく12分のって間違う子出てくるので36分のです。これ覚えちゃってください。2つのサイコロンの時は36分ので決定です。で、今枝が4本あったから36分の4。約分チェックということで4で約分すると9分の1となってこれで終了となります。 いいかなこれが2つのサイコロの解き方。でここは余談なのでちょっと発展系なので飛飛ばばししたいい方は飛ばしちゃってくださいえ何かっていうと例えばここの問題数の和が5になるではなくってじゃあ5の倍数になる確率はいくつっていう問題もよく出てきます。これも結構メジャーですね で、これは5の倍数って何かなって考えるわけです。5の倍数。5の倍数っていうのは5、10、15、20って5の倍数があるわけなんですけど、つまり足したものの和がこいつらになる確率を考えていきます。でも、えー、樹形図をね、これもチェックしていくわけなんですが、 最大ででと6しかないわけです足して 6+6 で12までしかならないからこいつらはもうなりえないんだよね絶対にだから足して5か10になるパターンだけ探しに行きましょうって考えるだから例えば1の4とか同じだねで、えー、2の3みたいなでこれ2の3で5を作るんで、まあ、10作りたいからさ2の8があればさもちろん10作れるんですけどサイコロの面に8はないのでここはストップです で、同じように、えー、3の時は3の2ってなるんですけど、こっから注意なの。4の時、4の1ですよね。これ5を作れます。で、4まで来ると、もう一個枝が出せる。4の6って10作れるから、これで。で、さっき5と6は×だったんですけど、5も、こっちの5は作れないんだけど、5の5で10が作れるから、枝が生えます、今度は。 で、6になるとえ、5は作れないけど、6の4で10が作れるから枝が出る。で、数えると、1、2、3、4、5、6、7個。7通りあるから、36は決定してるからね。36分の7。これが答えになりますよ、みたいな。よく出てきます、これも。いいかなセットで覚えておいてください。はい、ということで、人気ナンバーワンのサイコロはこんな感じです。ポイントは、 まず分母は36です 6×6 でね36で樹形、えー、図は全部書かないっていうのがポイントなのでここを押さえてやっていきましやっていってくださいよしということで今度はコインいきましょうでコインまあコインとか硬貨お金ねっていうまあ表現されますけどまあお金をこうピンって投げる感じですでまず2枚からいきます2枚2枚のコインを投げるとき両方とも表が出る確率を求めなさいと。 で、コインのポイントはただ一つです。もう、樹形図を書けるかどうかです。樹形図を書けるかどうか。コインは全部書きます。もう相当問題やってやってやって、頭の中に樹形図思い浮かべられますから。っていう方はまあいいんですけど、基本的に大変じゃないんで、こっちみたいに。大変じゃないんで必ず書きましょう。で、コインの樹形図のポイントはこれですいい。枝が2本です。覚えて、コインは枝が2本なの、絶対に。 何かっていうと、コインって表と裏しかないんですよね。例えば、100円玉って、500円玉とかも出てくるんですけど、100円玉だろうが500円玉だろうが、コインは表と裏しかないんです。効果もね。で、これしかないんで、これを樹形図で書いていくんですけど、漢字で書いたら時間取られるので、おとうっていうひらがなでいきます。もしくは、丸ツでもいいです。 表を丸、裏をバスと考えてもいい。多分、丸バスの方が早いです。樹形図としては。画数少ないからね。じゃあ、どう書くかっていうと、ここはちょっとわかりやすく、ひらがなでいきますけど、まず、1枚目が表ですって固定します。ここと同じです。左側は固定する。丸でね。で、そっから絶対枝が2本です。なぜなら、表と裏しかないから。こうやって。 これが1枚目です。左側が。1枚目のコイン、2枚目のコイン。終了。ただし、こっちが表の時もあれば、当然1枚目が裏の時もあるので、裏って書いて、同じく枝は2本です。絶対。表と裏しかないから。樹形図これで終了。2枚のコ,枚のコインはね。で、全部で何通りかっていうと、1、2、3、4。全部で4つしかないから、答えは、 4分分ののになります4分ので今両方とも表が出るのどこって引かれてるから両方表が出てるのは表表のこのルートでねここだけだよねあとは裏出ちゃってるからね表裏か裏表か裏裏だからつまり一通りしかないので答えは4分の1とこれで終了となります。 で2枚も当然出てきやすいんですけどやっぱりこっちがメジャーです3枚でもしか4枚も出てきますワークとか受験では出てくる4枚もねで3枚のコインを投げるとき少なくとも1枚は裏が出る確率ですでまずは樹形図ですでこれはコインが増えても関係ないポイントは枝が2本です枝が2本 2> じゃあいきましょうまずスタート表ここ固定しますこれが1枚目ね1枚目 で、枝が2本。表と裏。これが2枚目です。で今回3枚だから、もう1回枝を出すの。ただし、枝は2本だから、表と裏。表と裏。これで終了。表バージョンはね、まず、これが3枚目。<い> 1>, 1枚目、2枚目、3枚目って考える。で、裏バージョン行きましょう。 最初が裏の時これも同じく表と裏で2枚目終わったから3枚目の枝を2本出して表と裏表とと裏裏これで樹形図が完成しました3枚バージョンのねで数えると12345678個あるので答えは8分のでいきます8分ので今回ポイントなのがですねこの出題の仕方 少なくとも1枚は裏ですね。少なくともっていう。言い換えると、少なくても1枚は裏が出てねと言ってるんです。だから、1枚でもいいし、2枚でもいいし、3枚出てもいいの。少なくても1枚だけは裏が出てくれって話。だから、裏が1枚か2枚か3枚出てるときを探,せ探してくれって言ってる。この出し方ね。少なくともってやつは。意味としては。 もちろん他のアプローチもあるんだけど、まずこれで押さえて。少なくともってのは少なくても1枚出てくれって話。じゃあ探していくと、まずこの表表表に関しては全部、ていうかお前色を変えるの忘れちゃったかこ、こ表表表に関しては裏が出てないからダメです。でも表表裏は裏出てる。1枚出てるからね。OK、OK は丸がいいね。OK。表裏表、OK。表裏,裏、裏2枚出てるけど、1枚でも2枚でも3枚でもいいから OK なわけです。 出てるから。で、こっちなんてもう裏最初に出てるから全部だから全部 OK ですこうやって。ってことは1234567になるので答えは赤にしよう全部で8分の今7個あったから8分の7とで約分チェックしますけどできないんでね答えとしては8分の7となりますいいかなこれが3枚のコインです ちなみに、えっと、さっき、二つのサイコロの時は、絶対分母が36って言いました。6636でね。で、二枚の時は絶対に4です。なぜなら、二枚のコインを投げるとき、その後ルールがうわーってめんどくさいとしても、やってることが二枚のコインだったら、絶対樹形図これだから。だから四分の確定。三枚だったら樹形図はこれだから、八分のは確定です。まあ、それは、二×二×二なんでね、一つが二通りだからさ、三枚使ってるから、 2×2×2 をして8通り8分のって始まるんですけどっていうのも覚えておきましょうでもし4枚が出てきたらもう1個枝を出せばいいだけここから表裏表裏ってそうすると16分のから始まるのであとは数えるだけで OK となりますはいじゃあこれでね最後なんですが、えー、今ねこう撮っていて、まあ、撮影して消して晩書書いて次撮ってってやってるんですけど 想像のね、10倍大変だなと思いながら撮ってて、かなりね、ちょっとバテが来てます。声がね、ちょっと枯れてきちゃってるんですけど、あのー、最後までお付き合いください。で、よかったらね、ちょっと皆さん、休憩があったら、そこの高評価ボタンで、でグッドボタンっていうのをね、ポチって押していただけると、私、やる気出ますんで、よろしくお願いします。はい、ということでね、最後、色玉とくじやっていきましょう。で、前の動画、前の板書かでやった、サイコロ、コイン、そして、色玉とくじです。 この4つが王道ですすよく出てきますでもちろんこれだけではないんですがこの4つを押さえておくとみんなが使っている教科書とかワークはそれなりに対応できます。でそれをできるようになった上であこういう問題もあるんだとかあこういうパターンもあるんだねっていうのを付け足していくことでかなりね確率マスターに近づきますので是非ねまず色玉とくじも押さえていきましょう。 で、今回、前の板書と大きな違いが、真ん中に線がないんだよね。で、これは書き忘れたわけではなくて、意図的に外してあります。なぜか。それは、色玉とくじのポイントが共通です。同じポイントがあります。で、そのポイントが何なのかっていうのは、ちょっとこの問題を読んだ後に説明しますね。で、色玉っていうのは色がついた玉なんですけど、それが、 青玉3個つまり青が3個白が2個赤が1個玉があります全部で6個だねその入っている袋から同時に同時に2個玉を取り出すときに2個の玉の色が同じである確率を求めなさいとで今玉がね、まあ、3種類青白赤あるわけなんですがこの色玉とくじ共通のポイントはその色玉とくじに名前をつけるですいい名前をつける で、名前を付けるときには、基本的には自分はアルファベットを使います。アルファベット。つまりどうするかっていうと、今6個玉があるので、A, B, C, D, E, F と6個玉を書くんです。で、そっから、まあこの順番通り行くんだったら、A, B, C、ここが、 青で,で DE 白が2個って言ってるからここが白そしてここが F が赤って共通に色玉に名前を付けて ABC どれが青でどれが白でどれが赤なのかっていう名前を決めてくださいこれがまずスタートでこれを使って樹形図を書いていきます で、さっきのサイコロとコインと違って、色玉とくじっていうのは、やや、ややね、難易度が上がります。なぜかっていうと、出題のされ方、問題の出し方が、ちょっとパターンがあるので、複雑なパターンが出てきます。で、今回は、えー、っと、共通でね、教えたかったので、この言葉を大事にしてください。同時にです。 つまり、いっぱい玉がある中で、ゴサ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 ってやって、2個 A って取るわけ。まあ、今赤と黒になっちゃってるけど、2個同時に取るっていう、この同時に取ってる動きをイメージしてください,い,い。同時に取る。で、どう樹形図書くかっていうと、まあ、ここから2個選んでいくわけです。で、じゃあまずね、いつも通り固定しましょう。1個 A を取りますと、固定します。で、2個の取り方っていうのは、まず A、B って取り方がありますよね。2個取る。 A. C. A. D. A. E. の A. F. と。この五パターンです。A. A. はないよね。A. が二個ないからさ、A. を二個取ることはできない。だ、こうなります。まあ、ここまではね。ああ、はい、は,は,はい、はい、はいって思っていただけたら嬉しい。問題は次です。A. が主役は終わったので、次 B. が主役になるんですが。ここです。B. A. これを書くことができません。 書いちゃダメですこれ消しましょう。で当然 BB はないので BCBDBEBF とこうなります。このなぜ BA を書いてはいけないのかっていうのが非常に大事です。いきましょう。えー、またこの2本使っていきますね。じゃあこっち黒が A だと思ってください。こっちが B です。今同時に取り出します。2個取るよね。じゃあ今 A っって取ったこの取り方は AB ですいいね ?AB 逆にガチャガチャガチャ A って取ったら BA を取るわけですでも同時に取ってるんだから BA 取ろうが AB 取ろうが同時に取ったものは同じですよね同じことを書くことはできないのでだから BA は書けません同時に取ってんだもんこうやってまあ今両手分けてるからあれだけどこうやってガサガサって2個取ってるからねこう取ろうがこう。 コートローが同じものを取ってますもんね。だから書けないと。で、それを使っていくと、これ有名な樹形図で枝が1本ずつ減っていきます。枝が5本ありました。4本になりました。だから減っていきます。C。で、C、A、C、B が書けないんです。C、A、C、B、書いちゃってるからね。だから、C、D から始まります。で、C、E、C、F。次、D が主役。 da, db, dc, dd が書けないので de と df ちょっとこっち行きますね e が主役ですもう ef しかありませんこれ書く必要もないんですけど f の時は1本も枝がなくなりますこうやって5本4本3本2本1本0本っていう枝が減っていく樹形図ねこうなりますこれがポイント同時に取ってるから ba が書けないんだよねっていうのを あとしっかりね、覚えておいてください。ただし、この樹形図さえ書けてしまえば、あとは確認するだけです。きっちりと。で、確率は下が全部分のだよね。だから、まず全部数えます。えー、5本、4本、3本、2本、1本、5たす、4たす、3たす、2たす、1なんで15か。全部でね。 15分のあとは2個の玉の色が同じになってるものを確認え同じでどうやって確認するのって思うんだけど色は決めたからさっき自分でだから例えば AB って青青だよねだからここ OK です青青 AC も青青だから OK でも AD は青白になってるからダメなんだよねだからダメダメダメになります次 BC は両方青なんでここは OK あとはないねダメ で CD これは C が青なんで DF 全部白赤だからダメだとないねでここ DE が両方白なんだよね両方白で共通なってるからここも OK あとは DF は白赤だし EF も白赤だからダメだとつまり1234つ2個の玉の色が同じ場所が見つかったので15分の4でこれ約分チェックしても約分できないんでねこれで終了となります これが色玉この勢いで9時に行きましょうやってることは5本9時がありますくじ引きね5本あって当たりが2本入ってる今回の動画の一番最初に説明したパターンですね5本のうち2個選ぶみたいなであの時は1個選んだんですけど、えー、このくじをまた同時にいい、ね、同時に2本引く時2本とも当たりを引く確率を考えていきますでこれも全部で5本あるのでそのくじ引きに名前を付けます 今回5本なのでアルファベット5個使っていきましょう。A, B, C, D, E です。で、当たりと外れを決めるの。当たり2本だから。ならこっち。A, B を当たりにしましょう。で、C から E を外れと。で、それを決めて、名前を決めたら樹形図を書きに行きます。で、これもね、同時に2本引いてるので、A の時。 AB、AC A, A,、AD、AE と。で、B の時が BA、AB A B と BA がね、同時に引いてるから、同じことだから、BA かけないんで、BC B,、BD、BE となります。で、ちょっと下行きましょう。C の時は、枝がね、1本ずつ減っていきます。C、D、C、E で。D の時は、E だけになる。そして、E の時は、枝が出てこないと。 これで樹形図完成です。さあ、全部で何本あるか確認していくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10個あるので、10分の。で、あとは、2本とも当たりを、ま、なってる場所、確認していくと、2本とも当たりって、A、B のここしかないんだよね。当たり、当たりって。あとは全部外れが混ざってるから。なので、1箇所しかないから、10分の1で、これで終了となります。 で今回は同時にを押しましたよね。同時にってすごい強調しました。これはこのパターン、同時に弾くパターンがまあよく出てくるんで、今回これを、えっと、なんだろう。これにピックアップというか、注目してやったんですが、まずはこの解き方を覚えてください。同時に弾くときです。二つ弾くときね。でも、ポイントは色玉もくじも名前をつけるところ。ここにポイントがあります。もちろんね、別の解き方もあるんですけど、まずはここから入りましょう。で、入っていって、これができるようになって、別のね、解き方を教えてもらったときに、 あれそっちの方がいいんですけど。ってなったら、それに変えればいいんだから。まあ、ひとまずね、ここをまずクリアしてください。で、ここからは余談です。余談なんですが、えー、この樹形図が変わるパターンがあります。変わるパターン。例えば、まあ、色玉でいきましょうか。色玉で、今、このね、色は変えないんですけど、同時に2個引くんじゃなくて、じゃ例えばどうしようかな。じゃ名前借りるよ。じゃあ、葵さんと、 ええ何何がいいかな、えー、何がいいじゃあケンジくんにするわごめん蒼井さんとケンジくんごめんねどう見てるかいたら今蒼井さんとケンジくんが順番に1個ずつ引きますとしますい順番に1個ずつ引くとその時に、えー、と2個の玉の色あ2人が引いた玉の色が同じ確率ってなった時に樹形図が変わります何が変わるかっていうと B a が入ります。ももちろんここにも CA とか CB も入ってき、これちょっち書かないけどね、が入ってくる。これが変化します。受給図が。なぜかっていうと、さっきは同時に2本だったから別に高飛行がさ、高飛行が関係なかったんだけど、今回 AB ってなると、葵さんが A 引いて健二く君が B 引いてるんだよね。でも BA って葵さんが B 引いて健二く君が A 引いてるんだよ。違うでしょ。引いてるから、引いてるものが、もう人が引違うからさ。 だから違うことなので、樹形図は書く必要があります。っていう違いが生まれるの。で、ちょっとパニクルかもしんないけど、もう一個足すよ。これは今、今問題ね、端折って説明しましたけど、葵さんとケンチ君が順番に一個ずつ引きます。で、絶対書かれるの。引いた時、引いたものは戻さずにっていうルールが入ります。あ、あと漢字間違った。戻さずにって。つまり、A さん、あ、ごめん、葵さんが A を引いたら、葵さんはその A のボール持っといてねっていう。 戻さないでっていうルール。でもこれを戻してっていうのもあるんです。引いたものを戻して、ケンジ君に引かせるっていう。つまり、何が変わるかっていうと、そうすると、まあ、全部変わるんだけど、ここで説明するね。これが足されます。A、A が入るんです。A、A が入る。なぜかって、葵さんが A を引いても、戻すことによって、ケンジ君は A を引けるんです。A、B、C、D、E、F 全部揃ってるから。だから、A、A が発生する。 つまりそのルールによって多分ケンチ君が何を弾ける状態なのかっていう変わっていくから樹形図が変わるのねこういった意味で色玉とかくじっていうのは若干ややこしい問題が作られるんですがまず,はいまずは同時に弾く時今やったね同時に弾く時をマスターしてください。 でもしその戻さずにとかをね問題演習やってみたいっていう方は本編で動画と授業動画撮ってますでそれで今回リンクにも貼っておくのでそっちに飛んでもらってちょっとお目当ての問題あるかちょっとまだわからないですけど、まあ、こうやって類似問題とか違うタイプの問題もありますのでぜひねそっちもチェックしてみてくださいそして、えっと、一番最後にですね <laughs> あのー、別にねあの慣れてる方はどうでもいいって思うと思うんですけどこの一言確率問題でちょっと覚えておいてください いや覚えておくっていうか頭に入れといてほしいんだけどあ漢字かワークの問題とかえ確からしいだねワークの問題とかではまあ結構省略されてるというか書いてないことが多いんですけど、えー、受験の問題とか入試の過去問を見た時には必ずっていうねこれがあります全部書いた時にその書く出るその例えば色玉が出る確率は同様に確からしいっていう言葉が付け足されるんです 慣れないでしょこの言葉同様に確からしいって日常生活使わないじゃんかでもこれ何かっていうとただただ6個の色玉がある時に全部の色玉を引く確率は同じですよって言ってる赤玉この F の赤玉だけこいつめっちゃ出やすいんでとか言うのがないよっていう変な条件が入ってないよっていうマークですだから慣れてないとえなんか意味わかんない言葉書いてあるから難しそうみたいな感じちゃうんだけどそんな気にしなくていい これが書いてあっても普通に解いてねっていうマークなので同様に確からしいっていう言葉があっても特に気にせず、まあ、こういう言葉があるんだっていうのを覚えておいてください。 はい。ということでね、編集したら何分になってるかわからないんですがえ、ここまでご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。え駆け足でね、かなり端折った内容にはなるので、あのー、これを見たから万全っていうほどはいかないと思うんですが、まあ、ここでやったことを、えー、定着していただければ、だいぶね、確率の入り口に立ってスタートは切れてると思いますので、ぜひ勉強のお供に、また復習でね、使ってもらえたらと思います。はい。ということで、今回の授業は以上となります。本当にお付き合いいただき、ありがとうございました。